ワンダースワンはバンダイの携帯型ゲーム機。1999年3月4日発売。定価4800円。略称は WS。互換機種としてワンダースワンカラーとスワンクリスタルがある。任天堂のゲームボーイを制作した横井軍平が任天堂を退職後に起業したこと者が企画、開発に大きく関わった。 前年にゲームボーイカラーが、またほぼ同時期に、ネオジオポケットカラーが発売される中で、電池の持ちや価格の安さを優先して、あえてモノクロ仕様での発売に踏み切った。しかし、この時代は携帯ゲーム機のカラー化が低コストの時代になっていたため、流れにはこうしきれず、翌年には、ワンダースワンカラーを発売することになった。本機は、 子供向けのゲームボーイシリーズ、マニュア向けのネオジオポケットシリーズに対して、若者向けのオシャレなイメージを打ち出し、携帯ゲーム機市場で少ないながらも、一定の市場占有率を獲得することに成功した。しかし、後継機のアンダースワンカラーでの人気作品の不足などにより、自利品傾向となり、後発のゲームボーイアドバンスに市場を席巻された。 2003年2月18日、バンダイの中期計画発表にて、最後の機種スワンクリスタルが受注生産へ移行することが明らかにされ、事実上の撤退となった。なお、海外では未発売である。内臓、イプロームに、名前、青年月日、血液型等の個人情報を記録でき、記録した名前は起動時に表示される。本体を縦に持ち替えて、 クレイジークライマー等の縦画面のゲームがプレイできる。電池残量や音量等の様々な状態がアイコンとして液晶画面スタティック部に表示される。ヘッドホン端子はなく、本体右側にある拡張端子に専用のアダプタを経由して接続する。この拡張端子は通信ケーブルでも使用し、ヘッドホンアダプタとは配達仕様となっている。 縦にも横にも持てることを考慮したため、主要な操作キーには十字キーのような固定的な形状、役割のものはなく、その代わり、XY ボタン群が十字キーの役割を担っている。また、ロムカセットの端子が剥き出しなので、汚れやすく、任天堂ハードの r のロムカセットに比べ、頻繁な掃除が必要。CPU その他の処理能力は、スーパーファミコンにやや劣る。 ワンダースワニエー、B, X1X4, Y1Y4 の各操作ボタンに加えがある。電源を投入すると、本体に登録した名前とバンダイのロゴが表示され、キュイーンという音が鳴る。サウンドボタンは音量を、大、小、オフと切り替えるものである。しかし、この設定は保存されず、電源を投入するたびに台に戻る。そのため、上記の起動音が鳴ることを避けたい場合には、 電源音直後にサウンドボタンを2連打して音量をオフにする必要があった。ワンダースワンカラーで初期音量を設定できるようになり、この問題は解消された。スタートボタンを押しながら電源を投入するとユーザー登録画面になり、以下の項目を登録できる。電池の種類によって厚さが違うのは、本機は比較的薄型に設計されており、 炭酸電池使用時は背面に飛び出す形の電池カバーを装着するためである。電池の持ちの良さは本機の大きな特徴で競合多機種と異なり炭酸電池を1本しか使用しないにもかかわらずそれらをしのぐ使用時間の長さを誇っている。STN 液晶は画面が暗く残像が激しいという欠点があったためこの欠点を顧り見て スワンクリスタルが開発されることとなった。一部純正オプションはサミーより発売されていた。また、カラットより AC アダプタセットが発売されていた。ローンチタイトルは、ガンピー、チョコボの不思議なダンジョン、電車で、ゴー、新日本プロレスリングトーコン列伝の4タイトル。他の、主なタイトルとして、風のクロノアムーンライトミュージアム、カードキャプタークラと、 不思議なクローカード、働くチョコボ、デジモンなどがある。なお、2003年3月の時点でのカラー用ソフトも、含めた、販売本数ベスト5は、ファイナルファンタジー、ファイナルファンタジー2、チョコボの不思議なダンジョン、スーパーロボット対戦 COMPACT、ガンピーの順である。非売品タイトルとして、イベント会場でのみ販売された、テノリオン等もある。 ユーザー向けの開発ソフトとして、サードパーティーのキュートから、ワンダーウィッチが開発、販売された。専用カートリッジ及び8086用の C 言語コンパイラと、ライブラリーとシリアル通信ケーブルから構成されている。このソフトを使って作成された、プログラムコンテスト受賞作品のゲームソフトが2作品、キュートより期間限定で発売された。 ワンダースワンシリーズの展開中の時には、当時の子会社であったキューバ番プレストは一時的は、セカンドパーティーになっていた。ことが、開発協力として関わったベネッセのカートリッジ交換式の電子教材、ポケットチャレンジ V2 は、ワンダースワンの OEM と見られる。また、実際にポケットチャレンジ V2 のカートリッジは、ワンダースワン上で動作する。ありがとうございます。